まあ、金を出せ。ちょっとお待ちください。金を出せ、早く。すぐお待ち。早くしろ。はい。早く。はい。この訓練は高知県警が県内のコンビニエンスストアと連携して毎年開催しているもので、今日は佐川町の店に刃物を持った強盗が入ったとの想定で行われました。店員は自分の安全を確保しながら犯人役の警察官に対応し、犯人の特徴や逃走者のナンバーなどを覚えて通報する訓練に取り組みました。どんな体格ですかね。細身とか太身とか。太い感じですかね。今までここはないですけど、他の他店にはなんかそういう話も聞いたことあるので、記憶をして、ちゃんと訓練で習ったことを生かしていきたいと思ってます。はい。今日は割れると液体が飛び散るカラーボールを標的めがけて投げる訓練も行われました。県内では先月26日、高知市のコンビニで強盗事件が発生したばかりで、犯人は未だに捕まっていません。訓練に参加した人は、目の前で事件が起きたときにどう対応するか考えながら真剣に取り組んでいました。